新型コロナウイルスの影響で今月開かれる予定だった県高校総体が中止となりました。これを受けて男子ソフトボール競技はおととい独自の交流大会を開きました。大村工業、島原工業、佐世保西、諫早の4チームの総当たり戦、各チームが3試合ずつを戦って優勝を争いました。高校生活最後の試合、高総体2連覇中の大村工業に密着しました。丸刈りの頭は気合の表れです。この交流大会、大村工業は3年生全員の14人がベンチ入り。苦楽を共にしてきた仲間と一緒に戦います。3年間共にやってきた仲間だったので、いつかこういう大会ができると思うから、しっかりそれまで妥協せずに一人一人頑張って前を見てやっていこうというふうに声をかけました。先輩たちに続けと日本一を目標に掲げてきましたが、大会は中止に。進路にも少なからず影響しています。日本一を経験したメンバーで県外の社会人チームへ進むことを目標としてきた松尾選手と宮崎選手、アピールの場が失われたこともあって、卒業後は県内のチームでソフトを続ける予定です。インターハイや選抜ができなかったことをバネにして、この上のステージに行ってもしっかりと活躍できるように頑張っていきたいです。この日積み重ねてきた練習の成果が発揮されます。1試合目の島原工業戦、宮崎選手が足でかき回し得点を奪うと、松尾選手は会心の当たりを見せました。特大ホームラン、6対1での勝利に貢献しました。まあ、日々練習を繰り返して、まあ、それが今日の結果につながってよかったと思います。たくさん祝福してもらったし、まあ、そこは3年間みんなと一緒にやれてよかったと思います。応援していただきありがとうございました。バスケットで試合ができた喜びを感じていたのは選手だけではありません。すごく嬉しいです。もう勝ち負けよりもやっぱり大好きなソフトボールをこのように皆様のおかげでできるっていうのは本当にありがたいことですし、やっぱり子どもたち生き生きしてて嬉しいですね。2試合目は諫早高校にコールド勝ちを収めた大村工業、ここまで唯一連勝し、次の試合引き分け以上で優勝が決まります。3試合目、3年生最後の時が近づきます。3年間のラストゲームなんで、しっかり先生からも言われたように悔いないように一人一人やっていきましょう。ラストゲーム、佐世保西との試合は1点を争う好ゲームになりました。意地と意地のぶつかり合い、大村工業は佐世保西に先制を許すも逆転に成功。しかし佐世保西も一歩も譲らず食い下がります。両チームとも3点ずつを奪い、同点で最終回を迎えました。引き分け狙いでいくか。やっぱりなあ、攻めないと1点取り行くぞ。よし、3点目出せ、行け。最終回表の攻撃、大村工業は先頭バッターが出塁。ツーアウト2塁の一打勝ち越しのチャンスで、キャプテン前川選手に打順が回ってきました。ツーストライクに追い込まれての3球目、惜しくも勝ち越しはなりません。それでも大村工業は最終回裏の攻撃を0点で抑え、引き分けでゲームセット。結果2勝1分けで優勝をつかみ取りました。ミスもたくさんあったんですけど、これまで練習してきた成果を一人一人が十分に出したと思うんで、悔いはないです。これまでの試合に比べて一番楽しいゲームになりました。県内の4チームはライバルでもあり仲間でもあります。最後の時間を共有できた3年生の表情は晴れやかです。14人という部員で3年生は成り立ってきたので、その3年生で最後に3試合できて、今日は100点だと思います。楽しくでも勝ちにこだわってやる部分で、みんなで点数を取りに行くこととか、一致団結する部分を後輩たちに見せれたのは良かったと思います。
最後の試合が高層帯でなくてもインターハイでなくても充実した3年間のゴールがそこにはありました。せーの、ゴール。最後は笑顔で終われて本当に良かったですよ ね。本当に関係者の方、学校の方が開いて、それに応えた選手たちも見事だったと思います。はい、ここまで岸アナウンサーがお伝えしました。